今ですね、日本の社会は東日本大震災とか福島原発事故とかで日本 の社会がいろんな問題を直面してまして、それが解決に取り組んでいるところなんですけども、今日本にですね、まあ、たくさんの留学生がいらっしゃいますが、明石理事長がその留学生の役割に関しての期待するところがあるかと思いますが、その辺に関してちょっとお話を伺えればと思います。この日本という国はね、どちらかというと閉鎖的にて一国主義的な国ですから、いろいろな国からもっと多い数の留学生がね、来てくれると、そういう日本人の閉鎖性が多少はね、少なくなっていくと、弱くなっていくと思いますし、日本もこれからますますね、アジアを相手に、ないしは世界を相手にしたいろいろな交流を進めなくてはいけないので、まあ、日本に来てくれる留学生も日本の社会をよく見てですね、いいところは学び、悪いところは、まあ、日本人に対して、直してもらうように話しかけたり、してもらいたいし、日本の留学をね、ただ一回きりの経験としないで、引き続き、日本ないしは日本人とね、ないしは日本の企業とか、そういうものとコンタクトを持ってね、日本に留学した経験をまあ、アップデートしてね、自分の国と日本との関係をもっと密接にするとか、お互いにいろいろ誤解もあるでしょうから、それをほぐすためにね、各それぞれの個人が努力するとか、そういうことはぜひともやってほしいと思いますし、とにかく日本に来た留学生がね、お互いに語り合い、また日本人に対してもですね、いろんなレベルの日本人と、率直な交流をね、持つことが日本にとってもいいし、まあ、それぞれの留学生が来た国とも間接的にそのことで親しく なりうると思うのでね、そういう活動は私はとても大事だし歓迎したいと思います。次の質問なんですけれども、明石理事長にとってですね、真のグローバル人材とは何だと思っていらっしゃいますか？いや、この頃は猫も借子もグローバル人材、グローバル人材というので、私もちょっと分からなくなってきましたけども、まあ、とにかくこれからね、まあ、将来を生きていくためには、日本人であっても他の国の人であっても、やっぱり視野をね、広く持たないと、グローバルな視野を持たないとやっていけないという時代が来るに違いないと思うんですね。グローバル人材っていうのは何も特別な人間じゃなくてね、これからの時代を、まあ、良心的に、まあ、弾力的に生きようとする誰でもね、やっぱり国境を越えたものの見方が必要になってくるので、まあ、それをグローバル人材と言うんじゃないかと思いますけども、私は特別な人種がペラペラ外国語をしゃべる人がグローバル人材ではなくてね、お互いに人間としてね、隣人として生きていくためにね、必要な常識を持った人、これが必要だと思うんで、それをグローバル人材と言ってもいいんじゃないかと思ってます。ありがとうございます。